はい、どうも、パシです。ということで、昨日に続いてクラロワの動画なんですけれども、今回はホグマウンテンバリューパックアリーナ10の昇格記念をちょっと買っていきたいと思います。ウルトラレア1枚とエメラルド1200個ゴールドの荷車、ゴールド10万ゴールドということで、非常にお買い得ですね。1200円買っていきましょう。さあ、ということで、購入が完了しました。ウルトラレアは、お、アサシンユーの初ゲットですね。アンロック。なるほど、いいですね。いや、10万ゴールドとか本当ありがたいよね。いろんなのを強くするのにさ、だいぶ使いますからね。さあ、アサシンユーのせっかく出たので使っていきましょうか。まあ、この動画はですね、昨日の動画が上がる前に撮っているので、ちょっと昨日の動画についたコメントはまだ見れていないので、反映されてないと思うんですけれども、いろいろと。ちょっとご了承ください。アサシンユーのを使った強いデッキとかもちょっとテンプレ調べてみよう。おすすめのデッキはこちらだそうですね。アサシン U のディガーデッキだそうです。平均コスト 2.9。結構低コストでぐるぐる回す感じになるんですね。ちょっとスケルトンとかこの辺アップグレードしておきましょう。今回お金に余裕があるんでね。課金をたしなみましたので、ちょっとお金に余裕があるので、ちょっとレベルを上げつつ。じゃあこんな感じでいきますか。アイススピリット。なんかほとんど使ったことないからな。どうやら戦い方としては、アサシンユーノとディガーによる奇襲でタワーにダメージをちょっとずつ与えていこうと。でタワー1本のリードで勝利するデッキだそうですね。だから3点取ったりとかするデッキじゃなくて、もう1個に絞って全力で倒すということで、ちょっとおまけの宝箱も開きつつ、さあ頑張っていきましょう。さあ、では使っていきましょう。ディガーで奇襲をかけつつ、アサシンユーノを最前列に出して、でポイズンで防ぐみたいな感じらしいんですけど、これちょっとまずいですよ。これちょっとまずいぞ。止めれるか。あぶねえ。あ、これいいんじゃないですか。これタイミング的にはかなりいいぞ。それ全然ね、エレクトロンおっさんで止めれるので、ここにこっちこっちでいこう。ディーガー出して最前列アサシン言うのにポイズン、これでがっつり削れるのでは。あ、ちょっとちょっと位置悪いかな。ポイズンもうちょっと奥だったらがっつり刺さってそうでしたね。よしよしよし。でもいい。オッケー。800点削りましたね。ここら辺でちょっと手札交換要因ががっつり溜まっちゃってるので、インフェルノタワー出していきますか。いや、スケルトン後ろから出しておきましょう。スケルトン後ろから出して、アイススピリット出して、ディーガー、ちょっとエレクトロビザードで足止めしましょう。スケルトンラッシュ、ここに来て、ここに来てスケルトンラッシュですか。インフェルノタワー出していきましょう。だいぶ後ろ目に出しちゃったな。大丈夫か。いいんじゃないか。でもこれちょっとまたディガーとアサシンユーノのコンビを最前線に置きたいですね。いいぞ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 。流れは素晴らしい、流れ素晴らしい。いいぞ。さあ、ディーガーもじゃあ今回手前に出しましょう。ディーガー手前、アサシンユーノ最前列でポイズンを打ちます。いけ、いいんじゃないか、いいんじゃないか。お、全部ヒットしてるぞ。全部ポイズンヒット。いいぞ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 。最高にいい、最高にいい。これでもうこれ2回ヒットさせれば確実に落ちるから、こっからは丁寧にいきたいっすね。こっからはミスしたくないぞ。さあ、スケルトン一番奥から出しましょう。あ、ちょっとやかましいの突っ込んできたな。やかましいの突っ込んできたんで、ちゃんと処理しておきたい。さあ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 、ちょっとローリングウッド召喚落ちてね。まあ、ここ大丈夫でしょう。かわせるでしょう。でディーガー出してアサシンユーノ出して、ちょっと逆サイドを確実にもらいに行きましょう。あ、ちょっとまずいな。エレクトロビザード出しておきましょう。左側は処理して、お、右もいい感じ。左エレクトロビザード落とすね。素晴らしい、いい流れいい流れいい流れ。完璧完璧で、ちょっとおとりを目の前で出しておきましょう。あー、やべえ、ちょっと間に合わなかったね。ちょっと間に合わなかったぞ。ディーガー出して、U の最前列で出して、あ、ちょっとまずいですね。違う、ポイズン。ここでポイズン。ちょっと左側が食らいすぎてんな。左側ちょっとねちっこい。ねちっこいよ。やばい、590。これは間違いなんて起きてはいけないので、ここにインフェルノタワーを置いて絶対ミスないようにしましょう。オッケー。完璧な立ち回り。どうですか、アサシン。ユーノプラスディガー、ちょっと綺麗に使いこなせたのではないでしょうか。あれ、俺上手くなってるかも。
これ上手くなってるかもしれないですね。ということで、今回は、リガープラスアサシンユーノのデッキね、ウルトラレアで出たということで使ってみました。まあ、今後もちょっとクラロナの動画結構がっつり上げていくつもりですので、皆さん、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。皆さんに高評価、チャンネル登録いただくとテンションがグイ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 と上がりますね。バイ。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。